よし、7席、もう一度だ。あ、先輩。厚かましいお話ですが、今ちょっといいかな。はい。どうかしました？あ、いや、大したことじゃないんだけど、ちょっとリベンジがしたくてさ。別に構いませんよ。よし。全然わかんねえや、これ。あ、でもさ、これ…あ、わかんないな、これ。ダメだ。ダメだ、これ。全然わかんねえや。どうしよう。せっかくね、バーまでさ、こぎつけたっていうのにさ、ここから…なんだろう、これを作った人は何考えてんだろう。俺の…思考と逆をいくか。逆をいく…逆ってなんだよっていう。いや、でも…いや、もう恋愛で行った方がいいと思うんだよな。だってもう娯楽がないから、食いも…いや、恋愛で行かせてくれ。ごめん、ダメだ。全然ダメだ。あ、はい。これ厳しいな。そうでしたか。これからさ、俺もクリスマスデート誘うっつってんのに。いえ、その。このクソ外しに次ぐクソ外しだぜ。どうしよう。テンションが低いところで恋愛っていう感じでもないか。はあ、はあだよ、本当に。クソデカため息だよな。七月は悩み事ってどうやって解決してる？もう解決しただろ。いい加減にしろ。私は一人で考えて答えを出してます。うん、そんな感じだよね。じゃあ相談とかって？場合にもよりますが、することはほとんどありませんね。まあなんだかすごいというか、なんというか。え、昔からそうでしたから。前にね、いただいたコメントでご両親がね、いないんじゃないかとか、そういう推測もありましたけど。よしよしよし、オッケー。どうなんですかね。全く会話の中には出てきませんよね。確かに。もしかしたらそういうエピソードもやり続けてきたらあるかもしれないですよね。よしよし、ギリギリ。これは恋愛のうちかな。エッチじゃないんですかね。将来結婚したとして子供は何人くらい欲しい？子供ですか？うん。私は2人くらい欲しいですね。へえ、2人。はい、本当は1人でもいいんですが、兄弟がいた方がいいような気がして。まあ確かにそっちの方が賑やかでいいかもしれないな。え、そうですよね。あれから弟くんはね、無事なのかな。よしよしよし、来た来た。危ねえ。ここで俺は行動を選ぶぜ。安定の。よし、勝った。みんなやったよ。よし、ここは思い切って七月の頭を撫でてみようかな。お、冗談だよーってやるな、七月。あ、はい。よし、そーっと頭に手を伸ばして。いや、待てよ、これもしかして罠か。うっ、何すんだよ、いきなり指を噛むなんて。先に何かをしようとしたのは先輩の方だと思いますけど。ドヤ顔やめやがれ。これでお愛子じゃないですか。やるじゃない。ん、それにしても噛まれた瞬間背筋がゾクッとしたぞ。あの、もしかして痛かったですか？あー、いや、平気だよ。それならよかったです。うん、甘噛みをしてきたのは今までで七崎さんと薫さんだけかな。七崎さんにはね、薫さんには耳をね、食いちぎられましたからね。七崎さんには指を引きちぎられると。そういうことか。やってやるぜ。成し遂げたぜ。うん、なんだかいい雰囲気だな。本当か？あ、そうだ。
今ここで僕の気持ちを七崎に伝えてみるか。よし。なあ。はい。あのさ、僕七崎に自分の気持ちを伝えたいんだ。え？それで多分うまくは言えないから態度でダメかな。いえ、別にいいですけど。うん。いや待てよ、ここじゃ水泳部の人たちが来ないとも限らないぞ。見せつけでやるんだよ。どこか別の場所の方が。先輩。ごめん、ちょっと場所変えてもいいかな。バカ野郎、この雰囲気をぶち壊すな。はい、それは構いませんけど、どこに行くんです？お前も構うんだよ、ここでズキュンってやってくれ。そうだな、できれば近くの屋内で誰にも邪魔されない場所がいいんだけど、そんな場所が都合よくあるじゃないか。え？七崎、ちょっとついてきてくれるか？はい。どこ行くの？ここですか？何ここ？来ればわかるよ。ほら、もうすぐだから。わかりましたと思っちゃった。もうすぐそこだからって。うわっ、ここって。お前、どうかな、このポンプ小屋なら誰にも邪魔されないと思うけど、お前ら何をするつもりなの？そうかもしれませんね。ははじゃないよ。これはだって、それじゃあ。これは事案だろう。七崎に僕の気持ちを伝えるんだ。七崎の唇ってすっごく柔らかいのに弾力があって、僕の唇を押し返して、それならもっと強く。ダメだなこいつ。でもさ、言葉ではうまくできないから、その態度で表現してもいいかなっていうのは、いい使い勝手良さそうですよね。はい。これが僕が伝えたかったことなんだ。はい。七崎に届いているといいんだけど。どうでしょうね。では私、先に戻りますので。ああ。こう見えても照れてるんですよ。失礼します。照れてるか。でもよくよく考えると、今の僕って強引で一方的だったよな。七崎の反応が薄くて、されるがままになってたのも当然か。本当に僕の気持ち届いたのか。反応が分かんなかったから、なんだか不安だな。マジか、ここじゃないとデートって誘えなかったんだっけ。アタックしないと。あ、こう、そういうゲームだったっけ。今までさ、割と
七崎さん以外で結構簡単にアタックできていた気がするんで、なんか全然意識していなかったな。ほい、ちょっと動画時間の関係、録画時間のね、関係で一旦区切っておりますが、これは、まあ、今日のうちにはできません。これもね、できませんので、明日やってしまおうかと思います。クリスマスデートに誘うぞっていうのであったので、もしかしたら、あまりダラダラやってると、他のね、男の子に誘われて、一発バッドエンドみたいなことがなきにしもあらずなので、まあ、早めにやってあげた方がいいですかね。ちょっとまだ分かんないけど、まあ、七崎さんがここまで来て、七崎さんがこのね、純一くん以外の男の子になびくとは思いたくないんですけど、思いたくはないんですけど、まあ、そういうのもまあ別に俺は嫌いじゃないんで、じゃあね、ふざけてないでもう一回ぶち込みましょうか。ちょっとね、場所変えるのはね、ダメよ。ここでいいじゃんって。ね。さあ、行こうか。あの後ろ姿。長崎。あ、先輩。お、ちょうどいいとこに。え？あの時計、本当にありがとうな。大事に使わせてもらってるよ。はい。でも、わざわざそれを言うために、呼び止めてくれたんですか？少しでも話したいと思ったからさ。そうでしたか。今時間は大丈夫？はい、大丈夫ですよ。そっか。俺またさ、他にもさ、この甘噛みシステムって覚えてないんだけど、例えばこの辺の項目を全部埋めたとしても左上のバーが完成してないとダメじゃないですか。結局アタックは今じゃないとできないけど、先に埋めているとさ、あなたってお話上手ねみたいに褒めてくれるじゃないですか。その時にもしかして左上のバーの項目っていうのはもらえたりするのかな、まあ、ハートなり音符なり、もしかしてもらえたりしていたのだとしたら、まあ、別にここまで貯める必要はなかったってことですよね。まあ、というのも、まあ、その先生にね、見つかりそうだったイベントも、このお誕生日のイベントも、なるべく、まあ、その時近くにさ、やった方が、まあ、リアル感はあるじゃないですか。まあ、もらった翌日とか、まあ、翌日だとちょっと早いか、翌々日とか、翌々日ぐらいに話した方が、時計ありがとうって言った方がそれっぽいと思うんですけれども、どうなのかなっていうね、そんな話でした。さてどうする？これダメだな。これ奇跡的にさ行けたけどさ、次どうすんのって話だよね。あやっぱり運動しないとダメかな。どう思いますか？まあ、たまにはそういうことがあるかもしれませんね。ダメか。七崎さんはすぐ難落ちるから、あ、ここで娯楽一発決めるぜ。助かった、サンキュー娯楽。そういえば七崎って王様ゲームをしたことがないって言ってたけど、懐かしい。あ、はい。でも、もし王様になったら、みんなにどんなことを命令してみたい？そうですね。ああ、じゃあ僕が負けたってことにして、なんか命令してみてよ。え、先輩にですか？王様ゲームってさ、勝ち負けじゃないよね。王様が当たりでさ、他みんな外れだもんね。うん。先輩に命令。それはやっぱり。何でもいいよ。あ、今何でもするって言っちゃったよね、純一くん。でも、その…ちょっと待って、ね、録画ソフトがちょっと…破壊されそうな気がするんだけど、大丈夫かな。うん。あ、じゃあいつも通り普通にしていてください。彼は普通じゃないからな、通常モードは。それしか思いつきません。
そっか。はい。なんかすごい音とか動きが不安定になっている気がするんだけど、動画にするとわかるかな。それとも俺の心境が今すごい複雑だから感応してしまってるかな、プレイステーションが。どうしようかなどうしよう。娯楽っぽいよね。でも今までなかったさやつがどんどん娯楽が増えてきてるんだよな。意外と恋愛が今来てないんだよね。あ、やっぱりあのターン4の運動はもう逃げるパターンのやつだったんだね。娯楽来んじゃねえかな。よし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 。七崎が最近ハマってるものってある？ハマってるものというと、恋愛はないかもしんないけど娯楽は来てるね完全に。あ、なんだこっちみんなくっそかわいいな。何？いえ、今はありませんね。ああ、そうなの。じゃあなんかハマるものあったら教えてよ。はい、わかりました。よし、さあ問題のここ、娯楽かな。どうもね、あんま恋愛じゃないんだよね、なぜか。もう完全に恋愛だと思うんだけど、恋愛はもう通り越してそういう人間的な好き嫌いになっていったのかな。すでにもう恋愛は超越してしまってるのかもしれないごめん、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。本当にすいませんでした、うん、ああ、もうどうする次。まあ運動がないわけじゃないんでちょっと入れてみる運動。ああ七崎は息をどれくらい止めてられる？ちゃんと測ったことはありませんが2分くらいじゃないでしょうか。すげえな。うん、運動やっててもある1分できたかどうか。そうなんですか。私は誰かと比べたことがないので。それに2分といっても泳がずに沈んでいるだけの場合ですよ。ああ、なるほどね。泳ぎながらだとね、死んじゃうからね。そろそろ行かないと。まあ息継ぎしないで泳げたら一番早いだろうけどさ。はい、すみません。じゃあ続きはまた今度だね。ええ、それでお願いします。では私はこれで。ただそれをやるには肺とかをね、強化人間にならないと絶対ダメなんで。さて、そろそろ帰るか。ちょうど、まあ、40分になっていると思うんで、よし、グイ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 。で、これでクリスマスデートに誘えば、あのグイって上がるわけですよね、きっと。そうだよね、ミヤちゃん。ニーニー、顔がデレデレしてるけど、何かあったの？あの後からさ、顔がずっと顔デレモードだったらさ、あの七崎さんにさ、その顔やめろやって言われるよね。どうしようどうしよう、やるならもう一回やっちゃうか、もう一日。あ、でもセーブしときゃよかったな。バグって止まる恐れがあるからな。あ、